かり落ち込んでやっとって感じですかね。やっと元気になってきた。落ち込んでてもしょうがないって思って前向いてるつもりでいても誰かに会えば元気ないって言われたりとか、お互いが負けられない状況を作ってるから、うん、でもどっちか負けるからそれはお客さんが見たいと。そうですね。試合までの過程、その煽り合いだったりとかは別に何の、まああれでよかったんじゃないかなって思ってますけど。そういう戦いをしないと面白くないですよね。盛り上がらないじゃないですか、うん、全てが嘘ではないし、その本音もやっぱ交えてる。お互いに思ってることは本当だし、でまあ勝ったら俺が賞賛を受けて、まあ、八千くんは、まあ、アンチのコメントとかも受けないといけない、負けられない戦いでしたよね。絶対勝つと思ってたし、まあそれ十分な準備も自分の中でしてきたつもりだったし、15分で否定された、全否定されたんで、まあね、なかなか受け入れがたい心境ではありますよね。ラスト10、ラスト10、ラスト10だよ、ラスト10。行け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 。なろうとしています。この体幹の強さ、朝倉笑っている。もっと楽しくておっていうもっとこいつ笑っている。余裕の朝倉君は気持ちが伝わってきたというか、本気のあの瞬間俺も楽しかったですけどね。なんかもっとこいつ笑っている。余裕の朝倉君、もっとこいつ。まあ最後は先生と殴り合おうよみたいな、ハイになるじゃないけど、盛り上がったの二人のおかげなんでありがとうみたいなこと言ったような気がします。いや思えるっす、うん、この試合決まって素直に良かったって思える。今までの経験をぶつけられたらいいかなと思います。KOしたいですけどね。UFC 代理のこの男がライジン初参戦。三団体を制圧したパグナス。ヒロタミスト、初めて上がるこのライジンのリングで今もなお強き男の姿を見せることができるか。ヒロタミストがライジンライト級戦線に乗り込んできました。見せたいのはなんか日本はもうまだ呪術は強い世界も見せたいの。日本を愛し日本に住み日本人に呪術を教え、日本の呪術に誇りを持つ男の生き様を今夜も見せるとき。ここまで総合格闘技8戦全勝、判定決着なし。新柔術マジシャン、コベルト佐々木壮司が再びライジンに登場。さあまずは第1ラウンドが始まりました。今ライジンはですね、10月に開幕を迎えるライト級グランプリ、誰がエントリーするのか。タックル2球、テイクダウンを取りました。早かったですね、でもやっぱりリーチもあるんでね、あの引っ掛けてから持ってくる力っていうのはやっぱすごいですね、はい、腕をクラッチしながら追いかぶさっていきます。右のフックを出していきます。側頭部に当てていく。なんとか抗おうとしてはいるんですけれども、ただここで佐藤さん、さあ蹴り上げてきました。立ちたいはずですからね、この状態です。リードたる状態、おっとブレイク、ここで一旦ブレイクが入りました。さあ再びスタンドの攻防になります。はい、右を出していきました。また呪術ちょっとだけねでも次からもっと呪術使いたい。絶対にみんな見せたい。 UFC じゃない、ここライジンだよ。何もできなかったら、ちょっと攻撃する時間が。
やられ方を見てもらうと本当に完敗なんで、今やられたばっかであんまちょっと頭回らないですけど、もういいかなっていうのは思ってますね。すごい嬉しい。この試合すごい緊張ね。だからもう本当に嬉しかった。この試合たくさん呪術で絶対使うと思ったけど、もう私のパンチは今もっと信じるから、もう本当には良かった。まあ今日奥さんできてないので、今1ヶ月前もう一人子供で生まれた。だからちょっとできない。まだ強くになりたい。まだ家族のために頑張れます。このカードだって言われてて、やっぱり俺の運命ってこういうものだったよな、楽はなくてシビアなものだって。来週に出てるライト級の選手多分一番強い選手でしょ。北岡悟だけは北岡悟を諦めない。NMA 名勝負数え歌の男、格闘技を愛し格闘技に人生を捧げる男、北岡悟。さあ、この秋に開催されますライト級グランプリ開幕に向けてエントリーはなるでしょうか。両者ユニケース選手ね、打撃の KO 率がすごいんですけれども、はい、食いついていくタックルです。はい、組も得意ですし、技もできるから KO ができるということなんですね。なるほど。Do you think it's broken? You know, there were really hard, really clean elbows I was landing to his head. You know, like I started to, the first thought I had was, why is he not unconscious? Conscious of the pressure, conscious of the pressure.足高いパンチを放っていきます、距離でパウンドが足をしまんで、足を取っています。北岡足を取っている。回りきれジョニー・ケイトの右足を取っていますが、しかしこのパウンドが北岡にとっては苦しい。ハーフカードですね。残り時間1分、ジョニー・ケイトのパウンド時刻、その顔面に浴びせられ続けていました。第1ラウンドが終わっています。したけど結局その後でロープも運べたけど肘めっちゃやられて、それでもうちょっとなんかもうグラグラして、そうです、緊張してます。八千くんとか
朝倉くんがねオラオラしてんのもいいけど、そのラインから外れたつもりもないし外れるつもりもないんで、勝てば全てを覆せる世界なんで、最後にもう一回だと思って集大成としてこの一戦に臨みたいなと思ってます。それでみんなの、またみんなの期待を背負ってナイトキューグランプリ出たいなと思ってます。プライドドリームライト級グランプリに出てきた、過去のある川尻選手、はい、やっぱりゴミ選手の姿当然入ってるでしょうからね。そうですよね、気になるところではあると思います、はい、さあ第1ラウンドが始まりました。今までね本当接戦で、接戦とかこういう総力戦で散々メレンデスとかねエディにも敗れてきたから、ポスターバックフロー、なるですね、非常に早いですね。さあ、コントロールできるか。さあ、クリーンが回したか。あ、クラチン入った。クラチン入ったか。カーニーも、カーニーより語りだね。カーニーも、オープンです。ロンバーシューチャッター。あの頃ぐらいまで体力が戻ってきたというふうに、記録も戻ってきたというふうにカーニーの話をしていますが、ここで第2ラウンド終了となりましたが、この第2ラウンドも川尻らしさが全開に出ています。くそ、もう10月いけねえかもしれない。ベロもしてた。ああ、死にそうだ。こんなきつい試合、こんなきつい試合ないよ。ああ、三段とにかく前に出ましたね。とにかく前に出てよかった。まずは拳を振りに行きます。ハイキックやったらこれを捕まえる。これから俺だろ。そうだと思う。多分これだ。前に出ろ、前に出ろ。おい、一発二発打たれても引きつくんだという感じですよね。それが日本に動くといいですけどね。はい、これが男の意地。血だらだら出たもん。血飲みながら、血飲みながら戦ってた。これ非常に有効ですよね。すごい川尻コール。ただここは勝負どころ、力を込める。アブドル解放が逆に動けないんですよね。ここから決めていけるか。いや、こんなしんどい試合勝ったの初めてかもしれない。今までしんどい試合全部取りこぼしてきたから。赤川尻、2人目の川尻、ジャッジ大山、赤川尻よって勝者、赤川尻。やっぱあんだけ強い選手なんでね、答え満足だリンゴ連絡だけど、年齢と結局根性だけだったの。最後は根性であれを上回ったから、メインの勝者と戦いたいかな。20代対40代の戦い、戦争だからね、絶対負けねえ。歓声が大きいなっていうのは思ってましたけど。真夏の決闘へ、八地裕介が因縁の相手が待つリングへ向かいます。絶対勝つと思ってたし、十分な準備も自分の中でしてきたつもりだったし。ただでは終わらない危険な決闘が間もなく始まります。八地裕介が朝倉未来の待つリングに足を踏み入れました。
頭部顔面への肘による攻撃が認められた。やろうと思ったけどまだ切れてんなみたいな、ね、やっぱ怒ってるのは感じましたね。さあお互いに失神させると宣言した真夏の決闘が始まりました。相手は受けの選手だから遠い距離では蹴り、まあ、ミドルだったりローだったりっていうのを、まあ、うまく対処してプレッシャーかけて戦っていきたいなっていうのはあったっすけど、いい意味でも悪い意味でも俺が主導権握る試合になるのかなと思ってたんですけど、手札もあるつもりだったし、まあ、打撃でも寝技でも。中井さん、まずは最初立ち上がりはどんなところ注目ですか？そうですね、八千くんがその弱点を見つけたってたんで、自分の分析をしたらローキックから入ることが多かったんですよね。で八千くんはそのローキックをキャッチする癖があったんで、最初キャッチしてくるだろうと思ったんで、相手最初ハイキック打ったんです、裏を返って。距離感は藤井さんあまり変わりませんね。そうですね、ちょっとまだお互いの出方がわからないというか、まあ、フェイントも変わらない、はい、これは効きましたね、間違いなく。八千の目が中井さん違うんですよね。そうですね、カーフキック八千選手の弱点ですよね。もう一番最初に試合見た瞬間から、あ、まず弱点だなと。膝がもう内側にすごい向いちゃってる、だから ふくらはぎが出てる状態、カットできないんですよね、あんだけ内側向いてたら。序盤もらってあ、なんだ全然じゃんって思ったんですよ。受けに対していいおろそかになったんですよね。別にもらっちゃってもいいや。やっぱ後半効いてきちゃって、あ、やばいやばいっていう。追いついてきましたよ、さあ、リンク、そこに細かくパンチを放っていこうというやつです。ヒリヒリとした緊張感、殺伐とした空気が漂っている。この2人の真夏のゲットアッパー。しかし、飛び盛りの選手、朝倉が終わらせると宣言した大事ラウンドを迎えます。カーフキックが入るっていうのと、最後リーフが入って、まあ、俺が取ったなと。僕の右フックやボディブローが入ったあたりからすごい硬くなったんですよね。すごい打撃のスピードとかが遅かったんで、あ、これはもう勝てるなと思いました。あ、まあ朝倉のパンチの方が伸びてるね。もうね、ローキックなんかいらないから、タックルに入ろうとしたと思いますよ。しかし体勢を入れ替えています。序盤からゴリゴリタックルいってもよくダメだなと思って、で2ラウンドからちょっと積極的にテイクダウンいこうっていう作戦だったんですよ。それなりには強いだろうなと思ってたんですけど、純粋なタックルは取られないと思ってました。ローキック効いてますかね。これももう効いてますね。ちょっと足が流れ始めてる。これは狙ってました。下向く癖がある。さあ距離を詰めるかやじゅうすけ、ちょっと後ろに下がったが、さあ押しに行った。やじこれはやっぱすごい相手のいい作戦で、打ち合いを差しといてタックル。八千選手ある意味チャンスですね。そうですね、いい状態で、はい、新型の団体と戦っている僕鋼鉄も声を張り上げています。僕この時全然力使ってないんですよね。もうすごい脱力してて、相手はどんどん疲れていく。タックルについてくるか八千雄介。左手にその足を受け止めて、足を刈り取ってテイクダウン狙う。しかし立っている朝倉ワンチャン。これ申し訳なかったなと思うんですけど、故意にやったわけじゃなくて、ここで倒されたから引っかかっちゃっただけなんですけど、まあ、ただ倒されてでも、多分3秒後には立ってたと思いますけどね。もう2ラウンド入ってから もっともっとテイクダウン行くべきだったのかなっていうのは振り返ってみると思うところかもしれないです。まずは飛び込んで捕まえたい。しかし捕まえきれません。お前から
正直負けてるのも分かってたし、まあ、どうしようどうしようと思いながら戦ってたんですけど、あと10秒で終わりじゃんっつって、もう行かなきゃダメだっつって出たって感じですかね。最後残り10秒になろうとしています。この体幹の強さ、朝倉笑っている。楽しくて、ゲチ君の気持ちが伝わってきたというか、本気のあの瞬間俺も楽しかったですよね。なんかこの体幹の強さ、朝倉笑っている。ハイになるじゃないけど、そういう感覚でしたね。の2人のおかげなんでありがとうみたいなこと言ったような気がします。青朝倉、朝倉リプレイです。青朝倉3対0判定勝利。朝倉リプレイが八千雄介との決闘を制しました。いろいろありましたけど、まあ、八千君と俺がこんだけリスク背負ったおかげで盛り上がったと思ってるんで、まあ、クレイジービーのことをなんか煽りでバカにしちゃいましたけど、全然リスペクトしてるんで、また出稽古で教えてください。なんか年末ベラトールと対抗戦やるんだっけ。一緒に戦って日本盛り上げましょう。あと YouTube 登録してください。見事勝利しました朝倉選手に、こいつを大きな拍手を送りください。いい試合でしたね。面白いです。結構あんなに圧力かけられたのを見たことなかったんで、やっぱ安選手のその圧力とかはすごい強かったんで、お互いが負けられない状況を作ってるから、勝ったら俺が賞賛を受けて、まあ、八千君は、まあ、アンチのコメントとかも受けないといけない。負けた後まで受け止めるのがプロでしょうね。全部ね15分で全否定されたんで、まあね、なかなか受け入れがたい心境ではありますよね。バースが良かった、コースが良かったとか、くよ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 してたかも。上手だった。すいません、勝てます。強かった。私やっぱパンチがちょっと届かないの、ちょっと焦ってきちゃって、ね、もうちょっと冷たかったっすよ、思い切ってね。あ、あれですか。真夏に判定ダメだよ。KO じゃなきゃ。頑張って。はい、頑張って。ヤジ、そんなもんね。ヤジ、特訓してやるから来い。先輩の言葉ありがたく受け止めますよ、本当に。ここまで言ってくれてるからね。ちょっと本当行ってみようかな。ヤジ君、入りすぎちゃってもうガチガチだから。もっとリラックスして入ってれば絶対余裕だ。頑張ろうね。泣くんじゃねえ、男だろ。ズバリ俺のダメなところをオブラートに包まずにドンドンって言われて、たまには KGB 指導しに来てる。指導すか。同期だし、彼はね今やトップの選手だし、悔しくなっちゃう。いやでも言ってくれるのがね、結果嬉しいですけどね、ありがたいし。やってよかったって今すっと思える。いや思えるっす。絶対負けられない、意地でも死んでも負けたくないみたいな試合がまあ久々で、だからこそいろいろ考えて見つめ直して、なりふり構わずいろんなところの人のとこ行って頭下げて練習させてもらって、その中でいろいろ成長もすごく感じたし、こんなにもまだ俺強くなれるんだっていう充実感も実感もあったし。
俺もいや俊介諦めない。モチベーションが上がらないんで僕もだったら出ない方がいいと思う。当面はフェザー級でメルト作ってくれればいいと思うんですけどね、うん、フェザー級でその階級を育てないと僕は団体としてもっと大きくなっていかないと思うんで、うん、フェザー級には俺がいるんでまた新しいやつをどんどん呼んでくれれば面白い展開になっていくと思いますけど、うん、僕が一番重要だと思うのは堀口選手の攻撃全て右でいいと思うんですよね。俺顔1個だけずらした左フックか右ストレートしかないんで入りがあると絶対に倒れるよ、ね、頭が、うん、完全する顔一つだけずらしたクロスカウンターどっちでも当たるんで